お待たせしました。試合負けた後にサポーターの皆さんに温かいブーイングを言ってもらって、本当に、はい、皆さんの期待に応えることができなくて、本当に悔しい思いでいっぱいだったんですけど、今日勝って本当に皆さんとこうやって喜べて、やっぱり勝利っていいなって改めて思いました。立ち上がりから自分たちの気持ちの入ったプレーを見せれたと思いますし、後半は本当守備一辺倒でなかなか、こっちに続けてくることができなかったんですけど、今日は戦ったこの試合がベースとなるように、これからも残りのシーズン頑張っていきたいと思いますので、これからも残りのシーズンともに戦ってください。来週は天皇杯になってリーグ戦は、ないですけど、またこのラックでできるということで、すごい心強いですし、決して簡単な試合にならないと思うので、皆さんのリーグ戦と同様に同じ気持ちで戦ってください。僕らも頑張ります。